이렇다 할까요? 요즘에
いとは。ありがとうございます。みんな楽しんでますか？まだまだ足りない、楽しんでますか？なんかね、パンチラとかいろいろ見えちゃってね、水色の可愛いのがね。可愛い子はちょっとさておき、まず最初にね、自己紹介しようか。じゃあ私は 4C2009 年に結成して、K-POP ナイト、ここの、DJ ヒョクさんの K-POP ナイトでイベントデビューした FOC のリーダーのキョナです。キョナ泣いて。アニハセヨー。 FOC ではパワフルなダイナミックのマキです。アニハセヨー。アニハセヨー。マヨです。よろしくお願いします。アニハセヨー。から方針に入った水野です。お願いします。これね、もういつまでも新人の、ね、ままでいられないわけですよ。でね、じゃあそうね、そうだよね。もう1年6ヶ月だった。1年4ヶ月ぐらい。そうね、もうみんなもう覚えたよね。水野、水野、はい、せーの、水野、せーの、せーの、せーの、楽しい。じゃあ今日まずパンチラ軍団、ヘソチラ軍団から紹介しようかな。リキのパンツ、リキのパンツ、リキのパンツ、パンツのね、裾折ろう。折ってこ、折って隠してこ、折って隠してこ。じゃあ、そんな集団、はい、自己紹介。はい、普通の男です。ゆうとです。よろしくお願いします。いきむです。よろしくお願いします。レイです。よろしくお願いします。多めに見てくださいということです、ね、多めに見た感じで。じゃあみんなでおめでとう言おうかな。 ありがとうございます。ちっちゃいね。4周年おめでとうございます。ありがとうございます。早くちょっと泣いて。早いよ。みんな見てください。見てください。ありがとうございます。何その向かいのローソンで買ったやつみたいな。違いますよ。北海道です。ありがとうございます。新宿ってことですね。ありがとうございます。そしてここにベイクドチーズケーキがある。エアフーを、ね、エアフーを。あ、火がない。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ディアディティフォークのK-POPナイト。ハッピーバースデー。ちょっと待って、ちょっと待って、一本だけつけるね。拍手して。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。コツコツね、続けてきてみるもんですね。そうですね。本当。いや、キョナちゃんが、はい、このイベントがそもそも K-POP でのステージデビューっていう。そうなんです。事実。そう、リハビリ中にね、骨折の。ね。出たくて出たくて、もうメッセージを僕たちにリクします。そう、ソーシャルネットワークね。ソーシャルネットワークさんとかね。懐かしいですね。いやいやいや、全然ね。いやね、曲さんのね、思いつきがなければね、このイベント始まってませんでしたので。それがね、こうやってね、はい、4年も続けて来られるだなんて、こうやってのいい話、早く流せようと思ってますけども。
わかんない。わかんない。意外とヒョクさん、わかんない。まあね、そういうわけで、はい、星の皆さんもね、パワーアップしまして。そうなんです。ちょっとあのね、まあ、誰よ、あなたたちって言いたい人もいるかもしれないですけど、4C は7月から正式に 4C クルーとして、改名して大人数でやっていくことになり、まあ、いろいろと、まあ、原点はコピーですけど、いろいろ、まあ、カバーであったりオリジナリティを追求してアレンジしたりで、いろいろ民間交流の場だったり、まあ、開拓をしていこうかなと思ってこのメンバーを迎え入れました。で、私もそろそろあの着替えしたいので、あのバトンタッチしようかな。お、はい、よろしく。大丈夫？話せる？はい、大丈夫です。大丈夫。あのさ、あのキョナさんがさ、引っ込んでる間にさ、キョナさん厳しくない？キョナさん、まあ、ぶっちゃけ厳しいんですけど認めるの？厳しいけど優しいみたいな。あ、なるほどね。え、なんかこうさ、練習とかもさ、結構こう、あ、大丈夫ですよ。あの、まっすぐこっちを見てくれる感じがいいですね。あの、なんかキョナさんとかマキさんとか強めじゃないですか。そうですね。認めんだ。で、いやなんかね、練習とかも厳しそうだなと思ったりするんですけど、その辺はどうなんですか皆さん。どうなんですか。いや別にね、内部分裂がどうとか聞きたいわけじゃないですよ。楽しいです。お、そうね、練習楽しいね。楽しいね、楽しいね。大丈夫、まだね、全然お着替え中だからもっと話しよう。ですね、いや、あのなんか皆さんはこの 4C クルーに加入するにあたって、はい、え、なんか何で集まったんですか。結構みんなそれぞれ違って、はい、はい、え、例えば私はちょっと地方に住んでるんですけど、はい、はい、え、ちなみにどちら。ちなみにどちら。ちなみに仙台です。え、じゃあわざわざ本日もハルバル来ていただいてるんですか。そうです。ありがとうございます。わざわざ本当に、ね、え、仙台からどうやってこの方針にたどり着くの。なんかそうですね、私の場合は結構何年も前から方針さんのファンだったんですね。あー、方針ファンが、はい、モーニング娘みたいですね。え、他の方とかはどうなんですか。私は、はい、キョナさんと、はい、からのバックで知り合いました、はい、へー、あ、そういうね、ダンスのね、はい、仲間というか、後ろでつながってっていうのがあるんですね。あの、ね、バックダンサーシルエットやってる間にお前いいじゃんみたいな、お前のダンス良いじゃんみたいな、よよみたいな感じで引き込まれたっていうことですね。え、後ろの男子とかどうなんですか。あ、僕は友達の紹介で、友達とかレイの紹介で、はい、キョナさんと知り合って、はい、ここでバックダンサーとして参加してもらわせたのがきっかけで、こうやって星来るに、はい、あ、皆さんそれぞれね経歴があってって、今ねふと思い出したんですけど、前の女子の皆さん自己紹介してしてないです。サクッとね。フォーシークルーの中で一番ちびっこの身長がちっちゃい Q です。よろしくお願いします。新メンバーの中で最年長のアイコです。よろしくお願いします。新メンバーの中で一番背が高いリホです。わかるです。はい、さっきも名前呼んでいただいたんですが、自分で言っちゃいます。フォーシークルーキューティーポップのまゆです。よろしくお願いします。はじめまして、新メンバーの女子の中で一番背が高いリナです。よろしくお願いします。はじめまして、フォーシークルー最年少8歳のキョナです。やれって言われたんです。はい、ね、帰れ。
いやね、いいよ、気づいたということでですね、はい、いや、ほんと 4C さん増えましたね。増えましたね。倍以上、4倍ぐらいになりました。なんかね、髪の毛ひつかみ合いの喧嘩とかしてほしい、そのうち任せてください。待って、そういうの大好物だからさ。多分あそこら辺がするんで、ほんとに。あ、ほんとに、はい、もはや、もうあっという間ですね、はい。じゃあ、まあ近々ね、メンバーの増減とかも期待してますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、というわけでですね、フォーシーさん、もうね、ご覧の通りって感じなんですけれども、後半戦ということで、フォーシークルーの皆さんのショーをお楽しみください。미쳐버리는 사랑해 그녀 돌아 사상이 옳던 걸로